ソシエダ、いいスコア獲得な可能性。でもそうなると、ダビド・シルバーの出番減っちゃうのかな。インサイドハーフにシルバーとイスコだとちょっと強度低くなりすぎますよね。あ、シルバー前十字やったんだ。マジで。でもシルバーとイスコだと、うまさはそうだけど、代わりっていう感じの選手はないんだけどな、実際は。全然違う感じだけどね。じゃあ、スペイン代表経験あって、今フリーでね、安い年俸で取れるってなったら、それはイスコ行きたくなるでしょうね。スローと3年契約で完全移籍の可能性やめてほしいな。ソシエダ、セルロ、スルロット買い取りできなそうなので、他にフォワード誰がいます？でもそれ、正直僕、セルロートの、クザボールひどすぎて、セルロートじゃなかったらもっと点入ってんのになっていうか、アシスト久保についてんのになっていうのがよくあるんで、それちょっと正直嬉しいですけどね。悪い選手までは言わないけど、動き出しが本当良くないから、瞬間的な足元だったりとか、そういうのはいいのかもしれないけど。そのくせ不満げないよな、セルロート。そう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 。態度も良くないってありますね。久保は2トップの一角もいいと思いますけど、4-3-3の右ウィングかインサイドハーフのどっちかが一番いいかなと思ってますね。まあ、ウィングが斜め入ってこれるタイプの選手多くて0トップもありだろうけど、ソシエダはそういう感じでもないから、サディク左、オヤルサバル右とかに使って真ん中にね、久保とか。ちょっとカルロス・フェルナンデスのプレースタイルは覚えてないから、あとはね、ソシエダの場合は昨シーズンの前半みたいにね、4-3-1-2で低い位置でハマる形でずっとやって、相手がミスったりとかショートカウンター決まれば勝てるけど、そうじゃない時にリスクを抑えてるけどリターンが大きいわけでもないどころか、リスクを増やしちゃってるみたいなサッカーしてたんで、あれが後半に向けてウィングちゃんと張らせるようにしてなくなったけど、どこまでたまたまじゃないかっていうか、ちゃんとどこまでを計算でああいう風にチーム強くできたのかっていう、強くできたっていうか、取りこぼし少なくできたのかちょっと分かんないですからね。